天下茶屋の仇討うちは、慶長14年に、林重次郎と玄三郎の兄弟が、父の仇である、大麻三郎絵門を、大阪、天下茶屋で討った事件。微前国の戦国大名、浮田秀家の家臣、林玄馬は、家中の大佐船木上との騒論が原因で、慶長5年9月2日夜、大麻三郎絵門のために闇討ちにあった。その後、 シ次郎と玄三郎の兄弟は敵を尋ね求めて、苦心の末、大魔が伊藤正元と変名して、豊臣氏の家心、王の春長の家来となっているのを突き止めた。兄、シ次郎は、病体のために途中で無残な帰り討ちにあったが、弟、玄三郎は、家来の怒る、高衛門の助力によって、慶長十四年三月三日、天下茶屋で守備よく、父と兄との仇を討った。 しかし、この事件は実在しなかったという見解が一般的である。平手幸二郎は、仇討ちにおいて、天下茶屋の仇討ちを事実か不明、または不確実としている。怒る孝右衛門は、伏見人形の創始者と伝えられるが、これも疑わしい。江戸時代の代表的な仇討ちの一つとして有名で、これを歌舞伎化した、仇討ち天下茶屋集むは、 人気演目の一つとなった。ありがとうございます。